ゴンミシン、はるか、さとね、まほ、私たちはゼゴでーす。本日の企画は、はい、メイク交換第2弾。イエーイ。というわけで、前回めちゃめちゃ好評だったじゃないですか。はい、そうですね。それの第2弾をやっていきたいと思います。イエーイ。順番は、はるかがまほにメイクをします。まほがことねにメイクをします。ことねがはるかにメイクをします。間違えないで言えた。なんかめっちゃ嫌そうな顔してるし。いや、知らんよ。あ、前回やね、前回こっち。でも安心してほしい。うちメイク薄くなったの。うん、めっちゃ薄くなった。多分大丈夫だと思うよ。うちね、ここがね、やられるのがすごい緊張するんだよね。あ、確かにそこはもう、ね、マストでやってるから。それではちょっと早速やっていきましょう。はい。レッツ、チェック。じゃあまずはるかからメイクをしていきたいと思います。イエーイ。それはこちらのクリオアイパレット02番の茶色系を使っていきます。はるかね、この2個しか使わないからね。この状態、薄い色から目尻、青の系統はさ、はるかはさ線って感じだけど、マホは丸って感じだから、どんな感じになるの？あと1ついってく、下の自在ラインがめっちゃ長いよ、はるか。ちなみにはるかね、アイラインで引いてる。そうなの？早くさ、眉毛描いてほしいんだよね。あ、眉毛描いちゃった。マホが眉毛描いてほしいって言ったので、こちらのクリオの眉毛、眉毛はやらなくて大丈夫そうだね。でかくち。あ、眉毛は完成。は？ジライライン描いていきます。はい。目の黒目の下から平行に横にピーっていくんだけど、なんかマホの目がさ、まん丸すぎてさ、地雷ラインがさ、うまく引けない。そしたら、同じ色でラムの袋を描いていきます。ファンの方にいただいたシビシビのラメを黒目の下にチョンでつけていきます。もう終盤に近づいてきました。ラインはちょっと下に、ラインも長そう、ちょっと下に漆黒のブラックを使ってちょっと長めに。いや、待って、もう目がまん丸だからさ、だからすごい長いの、アイラインさ、いいね。長すぎたけど、まあまあご愛嬌。じゃあ、ノーズシャドウいきます。はい、よっしゃ。ハイライト。ここと、ここ。ジャケットと、見ないでやってる。そして最後、プッティ。リップの、うん、ティン。あと、ティン。え？塗りすぎだって、それは。完成いたしました。イエーイ。ポイントは、長めのアイライン、長めの地雷ライン、ラメ、真っ赤なリップです。これだと、隠しちゃう。ホスト行ってきます。お、はい、ということで、マホがコトネにメイクしてきます。お願いします。お願いします。で、座ったということで、はい、眉毛はリセのピンクの2個ありました。分離されてる。眉毛がしっかりしてるので、あんまり描かなくても、うん、我がしかし私のメイクなのでね、ちゃんと描いていきたいと思います。ジュリジュリジュリレレレ。続いてペンシルで、もう長めなんで眉毛、お長めに横をもっとしっかり。え、マジで眉毛綺麗。裏ももやし、道具が多すぎてついていけん。やりますからね、やっていきたいと思います。ういみんなが強くない？大丈夫？あ、やべ。あねえ、眉毛完成。じゃん。アイシャドウに行きたいと思います。リンメルのピンクと茶色を使って混ぜて、ホール全体、ホール全体に真っ赤なお花のトナカイさん。うわ。続いてこのロムアンドのチャーからもらったキラキラのゴールドっぽい色をまず全体に塗っていきます。でもね、マホのメイク絶対みんな可愛くなる自信ある。あんたさ、笑わないでよ。マホはさ、可愛くならないのにね。そうだよ、マホは見てよ、わかる。はい、続いては涙袋に行きたいと思います。この白い部分をピンと出して、こう、もっと違う、え、なんかギャルみたいなことね。これはずっと使ってるんですけども、こことここを混ぜて、涙袋の線を赤で、うん、嫌だ。え、嫌だ。嫌だ。
ね、うざいこの人なんか。キャンメイク東京です。モモはね、まつげ命なんで。え、待って、下まつげやば。塗りやす。盛りやす。昔の店長。ラスト。とりあえずアイライン完成。山下ひろこさんに。完成。まだよくわかんないんですけど。続いて。いい感じじゃないでしょうか。はい。はい、続いて私がはるちゃんにメイクしてやりたいと思いまーす。頼むよ。大丈夫、薄くなったから大丈夫。大丈夫、薄くなったから大丈夫。まずはですね、眉毛さんですかねあ、髪すぎ。眉毛ペンシルでちょっと一回形を作ります。ちょっと薄い。形をまず描きました。眉毛がちょっとなさすぎるのでこれで色を塗ります。笑ってる、悪意ある。絶対これ何しとんねん、あんた。意地悪してるとかじゃなくて丁寧にしない、できないの、うちは。やめろ、そう長いのはさすがに。うちもうマインド変えた。もう可愛くしてもらうとかじゃなくて、もう面白くしてもらうマインドにしたよ。そしたらパウダーでやります。おい、絶対毎日メイクじゃないよ。絶対悪意ありません。うちの眉毛に近づかせたいの。そしたらクリオのこれで、これ眉マスカラです。具体的に戻ってよし、オッケー。そしたら、アイシャドウ。これは、ズーシー。これもチョアからもらったズーシーで、これの一番オレンジ。アイホール全体塗ります。って、笑っちゃうんだけど、どうしよう。ひどい。こんなツボ細かったっけ？ひどいわ。そしたらさっきの大きいやつを、今度は目の下、涙袋にも塗ります。え、怖い怖い。これリタイアとかできない、これリタイアとか。そしたらこいつを目頭からここまでこう塗ります。ルーシーのキラキラを目の下に塗ります。私は結構目の下にすっごい不安な顔してる。リタイア。できません。涙袋の下を描く感じ。そしたら一番茶色ここに描きます。目のここにも茶色塗ります。そしたらアイラインで、あとは目頭。うわぁ、最悪。石灰ライン。はい、それでは全員完成したので、はい、みんなで一斉に見ていきたいと思います。はい、点数言っていい？いいよ。マイナス100億点。
先生っていい？うわー、あれやん、バカ。人のこと言えないから、あれか。魔法は多分問題が口なんですよね。本当に赤じゃない方がいいんだね。うん、口をこんなお山をしっかり描かれたらすごいことになっちゃう。点数とかないです。80点。あんまりなんかこんなピカピカするのうち似合わないかも。あとリップ薄いんだね。アイシャドウがめっちゃ可愛い。気に入りました。ありがとうございます。危険ですよ。ということで、この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上。テーマでした。バイバイ。さささささ、うん、かわいい。